泳ぐ魚の群れに石を投げてみた。逃げる魚たちには何の罪があるの。でもなの私にはこうせずにはいられない。私の大事なあの人は今は叩くんだか。戦時の正体という食べ一枚の紙切れが楽しい語らいの意味を悲しい別れの日にした。ああこれさかもしれない。私の大事なあの人、私たち二人には何の罪があるの。大気ない毎日はとても難くして、涙も枯れたある日突然帰ってきた人、本当にあなたなの。さあ早くお部屋の中へ、あなたの好きな白百合を欠かさず窓辺に飾っていたわ。あなたの優しいコンテはとても冷たかったけど、あなたは無理して微笑んで私を抱いてくれた。でもすぐに時は流れて、あの人は別れを告げる。いいのよ優しいあなた、私にはもう分かっているの。ありがとう私のあの人、本当はもう死んでいるでしょう。昨日手紙がついたの、あなたの死を告げた。手紙が和服のモッフィーでした。